はい、しこたま戦いまして、ジョンさんだいぶ強くなりました。今現在ですね、HP が208。おー。で、能力値がですね、剣レベルが9まで上がりました。で、水が4、風が3、天が5。術は27ポイントで、技ポイントは39ですね。はい。だいぶ強くなってます。はい。ではですね。この状態で、総門に、婦人賞を倒しに行きたいと思います。はい。ちょっとこっからワン戦闘ごとにセーブをしたい。で、ここは、なるべく。よし。セーブセーブ。あ、そうそう。あと、技も結構覚えまして。こんな感じです。本当はもっといっぱい覚えてたんですけど、封印してます。一回ひらめいてさえしまえば、封印しても、次の代には技道場に登録されるので、使わない、この台で使わないであろう技は全部消しちゃってます。はい、メインがこの強撃ですね。これは多分婦人 C 戦でも使う。で、リフレクトは、まあ、あってもなくてもいいんですが。で、この影縫いですね。これは麻痺させる技ですね。これ結構便利。で、見切りもこんな感じでいっぱいあります。まあ、なぎ払いと二段切りが重要ですかね。婦人誌がこの二つを使ってくるので、これがあるとないとでは多分、火ダメ率がすごく変わってくるのかな。ただ戦いすぎたら結構敵のレベルも上がってますので、ここからはワン戦闘ごとにセーブ。なんですが、ここで人間系をこっちにおびき出す。こっちにおびき出す。ここで人間系をおびき出す。なぜなら人間系が今すげえ強いから。人間系と戦いたくないんだ。うわぁ、囲まれた。よーし。セーブ。骨とは戦いたくない。セーブ。セーブ。怖い。こいつらか。セーブセーブ。もう宝はいいだろう。この際。どうせこの際の資金稼ぎは全部、泥棒さんの、あれでやるんだ。よし。ここで、後ろが、影縫いしといた方がいい。聞けよ。影縫い聞けよ。よし。よし、うまいこと言った。そして、巻き打ちで安全にこいつを殺すと。できればもうワンターン残ってほしいな。麻痺が。よし、残った。ここで生命を見せる。安全にね。よし。巻き打ち。イェーイ。頭脳プレイ。さすがに、これだけ強くなれば。これだけ強くなれば、一人でも結構いけるもんだ。これは辛い。これは辛いぞ。ヘッドボールかな。
うん。やっぱライトボールがあるとないとは違うな。で、どっちかっていうとこの、Python から行った方がいいよな。巻き打ちで死んだっけ、こいつ。あんまりね、ヘビ系とは戦ってこなかったんでね。よし、死んだ。痛い。回復した方がいいか。強撃一撃で死なんからな。で、強撃だよな。強撃一撃で死なないんだったら、あ、死んだ。乱数の問題か。巻き打ち2発の方がお得かもしれんな。当たりやすいし。強撃ってね、外れやすいんですよ。命中率がね、確かポケモンで言ったら雷ぐらいですね。だから、10回のうち3回ぐらい外れる計算なんですね。こっちに行くんだ。よし。よーし。来たよ。で、骨とはやりたくないんですよ。骨だとね、ちょっとね、ロトンビーストっていう強敵が出てくるんで。よし、ゾンビゾーン突破。はい、セーブ。こっからここふわっとしたのが来る。よし、セーブだ。はい。よし。セーブセーブ。で、森の聖域1個しか持ってねえ。で、術も使っとけ。で、装備をちょっと変えたいんですよね。一応、相手の物理攻撃、投げ払いとか二段切りは見切りを持ってるんで、食らわないんですよね。ただ、あいつ、毒にしてくる攻撃が結構多くて。なので、状態防御が高いこのクリスナイフにチェンジしておきます。で、こんな、婦人 C 戦ではこの加減入とかこんな小技は使わないんで、全部外しの。ここに傷薬をありったけ装備しておきましょう。多分、術尽きる前に勝ってるとは思うんですけどね。よし。これでもう一回セーブしようか。はい。では、行きます。また来たのか。私の技は見切ることは不可能。なぜなら、受けた者は必ず死ぬのだからな。見切っとるですよ。で、一ターン目が怖いんですよね、これ。何来るかわかんないけど、とりあえず、エアスクリーン。これは防御力上がります。サクション来た!リハーサルではやってなかったじゃないか、そんなこと。くそ、いきなり回復だ。よし、イルストも効かなかった。クリスナイフにしたのは正解じゃないか?で、多分、最初は巻き打ちでも全然 OK なはず。おーっと、毒は回復した方がいいな。サクションなんかしてなかったじゃん。うわ、死んだ。
もういいよ、ここは。くそー、サクションは、ひどくねえか。エアスクリーンなんかやってる場合じゃないかもしれんな。二段切りは握ってる。攻めるか。ちょっとプランが狂いましたけど。ああ、おい。サクションはやめてくれよ。何？ちょっと予想外だぞ、それ。セーフ。またこのサクションが結構食らうよね。よし。もうサクションなんかしないで、お願いだから。ペイン、ペインは全然 OK。ペインは全然 OK です。そろそろじゃないかな。まだか。そっか、サクションの回復分があるのか。やべえ、サクション来たら死ぬかもしれんなんて怖いな。そろそろだろ。来た！こっからです。今のセリフとともに、ご覧のように、クジン氏は毎ターン、HP が回復します。で、攻撃パターンも変わるんですね。ソウルスティールフラグは立ちます。でも見切ってるから、大丈夫。で、こっからはちょっと巻き打ちだと、削れないので、強撃でいきます。うん。攻撃が当たればいいんですけどね。外すことも結構あるんで。痛い。おー、痛え。サクション来たらやばいかな。どうするかね。寝る画面回復するか。ちょっとサクションが予想外でしたからね。もう来ないかな、サクション。来ないことを祈るか。自利品になるんですよ。投げ払いは見切ってる。もう、お願い、サクションはやめてくれ。二段切りも見切ってる。なんとかなりそうかな、これで。よし、なんかいけそうだぞ。よし、いける、いける。これはいける。ああ、ここで外す。ここで外すとか。調子良かったじゃん、さっきから。サクション来ないこと祈る。おっと？ああ、危ねえ。サクションが来ないことを祈ろう。イルストーン。あーと、毒は回復した方がいい。これは回復させるべきだ。よし。ああ、いかんな。HP も回復させないといかんな。こうやってるうちにちょっと自利品になっていくんですよね。あ、毒どうする？まだいっか。あー、ペインとか。ここは回復だな。やばい。さっきから調子良かったけど、やばいな。毒買いかさないとな。ここで
ションは使わない約束だったじゃないか。やっぱヤスクリンいるな。かまいたちのダメージがでかいわ。毒は回復した方がいいな。おっと、もう。これで自利品になっていくんだ。よし、やっと攻撃。そう、お前もう投げ払いだけやっとけ。うん、もう二段切りだけやっとけ。そうだ、投げ払いとか二段切りばっかりやってさ、技ポイント尽きてしまえ。こっからで。攻撃。当ててね。ここが隙になるんですよね。必ず2ターン連続でソウルスティールするんで、ここで九神士に隙が生まれるんですよ。こっからなんですよね。この先サクションが来ないことを祈るしかない。毒の治療も結構悩ましい問題ですね。なるべく治療はしたいんですけど、してるうちに、向こうがどんどん、もりもり回復していくんで。それさえなんとかなれば。よし、外した。よーし、クリスナイフがやっぱり効いてる、と思いたい。ペインはどうでもいい。サクションさえ来なければいいんだ。サクションさえ来なければいいんだ。そろそろ、よし、勝った。勝ちました。長かった。めっちゃ上がった。すげえ上がった。そこの俺がやられるとは。パワーを蓄えるために、また長い間眠らねばならんのか。だが、まだ死んだわけがないぞ。復讐してやるぞ、必ずな。だが、九神士のやつ、気になるセリフだったな。死んだ者が生き返るはずもないが。よし。総門の脱出により、北バーレンの制圧はなり、南バーレンへの進出が可能となった。南バーレンには、かつて帝国が築いたビクトール運河がございます。しかし現在そこには何者かが要塞を築き、運河の通行権を支配しております。南方のムロン地方には、貴重な宝石を産する鉱山がありました。現状はわかりませんが、帝国の財政に寄与することは間違いありません。ビクトルムか。よし、南バレンへ進出だ。いやー、こんなに苦戦すると思ってなかったな。リハーサルの時は、まあ確かギリギリ勝ったんですけど、一発でクリアしたんで、いけんじゃんって思ってたんですけど、サクションという隠し玉がありました。はい。というわけで、セーブをして、
よし。はい。それでは、今回はこの辺で失礼させていただきます。なんとか苦心士を倒して、やっと話が、前に進むかな。はい、次回は、南マレンヌで、ちょこちょこイベントをやっていきたいんですけど、若干地味な作業も入るんで、まあその辺はまあカットしますけど、どこまで進められるかはちょっとわかりませんが、次回もまあお楽しみに。というわけで今回はこの辺で失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。それでは、さよなら。